余白をどうやって生かすか、グッと立ちますね。鋭く強い状況に使い分けて、こんなところですね。字の大きさとか、この余白をどうやって生かすかということも一つの作品作る上で大事なことなんですが、その紙にどの行数で書くかとか、字数によってその空間の処理も変わってきますね。で、空間をきれいに残すっていうのは大事ですので、字の大きさとか、墨量ですね、墨感で線質ですね、それを考えながら作品を作っていくということが大事ですね。今回の課題を書くという注意点なんですが、やっぱり一番こうキリッと見せて大事なところっていうのはこういった払いですよね。こういった払いが大事なんですが、普通に筆を入れ45度に入れて払うのと、今回の課題は見ると逆筆に入ってます。ちょっと逆筆に入ると筆がグッと立ちますね。立ちますので、そのままグッと持ってくると直線的な感じになって、
鋭く強い線が出ます。で右、払いの方で少し柔らかさを出してやるという感じでバランスを取ってもらいますね。逆質に入る払いっていうと結構あります、ここもそうですし、こんなところもそうですね、ここもそうです。ちょっとしたところに逆質の筆を入れを入れると短くても強さが出たりということが出ますね。ここもそうですね。普通にこうやっと柔らかい感じになりますが、と強い線になります。ですから、ここら辺をその時の状況に使い分けてもらうと作品が動きのある作品ができると思いますね。